こんばんは、ストーンズ田中樹です。こちゅうごです。すごいのよりだね、あなた。え、今なんか4人だった。赤ペンなんか振り回してなんか待ってたよね、今。どうしたのお前、今日ノリノリで。ビタスイートサーバーがなんかやっぱいいなと思って気持ち上げてくれて。珍しいね、これでこんな赤ペン振り回して待ってる人初めて見たよ、お前。今日ノリノリなんですね。いや、やっぱいいエンジンからスタートしてるからね、今日は。あ、まあ今日始まる前なんかちょっと謎のエンジンありましたね、はいはいはい、なんか聞いたことあるような気がしたけども、どこか全然違うような憧れるのをやめましょうという、はい、2分前に本番始まるギリギリにやるようなことじゃないようなエンジンありましたね、大きくから、ね、おかげで変なスイッチ入っちゃいましたね、俺も。憧れるのやめましょう。2個前を見たら藤原さんいるし、1個前見たら中井さんいて、1個あったら大鳥さん、もうすぐ見たらこう上がるラジオのパーソナリティがいるけど、今日は憧れるのやめましょうって、あの大谷さんのやつやめてくれる、あれめちゃくいやめちゃくちゃ噛んでたよね。噛んでたね。違う違う違う、みたいになってるよね、一回。おでこ一番テカってたもんね。だからやっぱさ、そのさ、普段、そう、てかそういうことを言えるようなところまで築き上げて、心から思ってる人じゃないと、スッとやっぱそういう言葉って出ないんだよね。いや、そう、だって大谷さんって考えてないからね、うん、あれ絶対。その場のみんなの顔を見て言ってることだと思うしね。さ、緊張するならやんないでよ、あれ。緊張してさ、普段目合うのにすっごい斜め下見ながらさ、肩ガチガチに上がりながら、カミカミでさ、まあまあまあ気合入ったけどね、まあ、コーチがそれで気合入ってるから、いや、まあまあいいんだけどね。変な気合入っちゃったけどね。よかったですよ。ということで、まあ、とりあえず、一旦今日はまあ、このスタジオから、日本放送からということで、全国ツアーに伴うリモートラジオが先週で終了したということでございますよ。いやいやいや、いや、ようやくこう、長い旅から帰ってまいりましたよ。まあ、ツアーがね、もう時期終わる。ドームが終わったら終わってしまうっていうのは寂しいけれども、うん、やっぱあの旅から戻ってこれるのはやっぱ嬉しい。いや、やっぱね、あなたも経験したわけでしょ、初インセプションを。インセプションラジオはすごかった。いや、あなたはどんぐらい、ちょうど真ん中ぐらいだったかな、来たのは。そうですね、うん、真ん中に行って見事に深い3層目かな、3層目ぐらいまで入り込んでましたね、あなた。入り込んで、あなたね、結構才能ありましたよ。いや、スッと3層目まで溶け込んでたので。俺もね、入らない入らないってテンション上げていってたんだけどね、ジェシーと一緒にやって、途中ジェシーが帰ったあたりからもうズブズブと入っていってたでしょ。スーッて溶けるように入っていくんだから、あれ気づかないのよ。で、あれでしょ、次の日起きた時にあれ、俺やばいラジオやったなって思うんだよね。全然覚えてないんだよね。見事なインセプションでしたけど、まあ、そんな長い旅から帰って、いや、よかった、スタジオに帰ってきたということで、まあ、うん、ちなみに、まあ、先週が一応フィナーレだったわけですよ、北海道公演がね。北海道公演、ね、ジェシーでしたね。そうそう、壮絶なフィナーレだったんですよ。まあ、コーチは多分ライブの疲れもあったから聞けてないと思うんですけども、うん、まあ、その内容としましては、東京の桜の話をしてたわけですよ、はい、そしたら本当にマジで急にジェシーが、日本で一番樹齢が長い桜が山梨にあるって急に言い出して。あ、急に、マジで急にね。あら、俺が喋ってるのにだよ。え、何急に言い出した、マジで。割り込んできたってこと。いや、なんか急に、なんかお前なんか言えよみたいな、なんか俺が言ったら、うん、ね、知ってるみたいな、急に切り込んできて、うん、えぐい、なんかえぐいパスで、パスでシュートしてきて。そういうことで、で、そっからなんかあんのかなと思ったら何も言わなくなって。めちゃくちゃ怖いじゃない。怖いね、それは。で、お前もうねえのかよみたいな、なんか突っ込んでて、うん、で、まあ、それでも固くなりインセプション認めないわけですよ。あ、認めない、もう入っちゃってるからね。で、もう一個雑学あるみたいなこと言い出したから、じゃあそれ聞かしてと、うん、言ったわけですよ。僕もインセプション入っているから雑学を聞いておきたいなと思って。あ、そうね、雑学あるっていうか、まあ、教えてと聞いたら、はい、なんか雑学じゃなくてなぞなぞ出してきた。やばくて、樹齢が長い桜どこにあるかみたいな最初話で、山梨あるらしいよみたいな、 あ、そうなんだみたいな、で、うん、どんぐらいの歴史がある樹齢の木だよみたいな話をした後に、もう一個あるって、なんだっけ、なんか杉の木の下で告白して振られたんだけど、うん、同じ人に桜の木の下で告白したら、うん、OK が出ました、なんででしょうっていう、なんかゾロゾロしてきて。すごいね、小学生みたいな。で、答えが一応その、うん、木が変わったからで、木が変わったからって。あ、
めちゃくちゃその王道の謎謎を急に雑学聞いたのに出してきたんですよ。そしてまた何も言わなくなったいや、やばい、だいぶ4層5層あたりを見てるね。それは本当にすごい回でして、まあその後なんかまあ募集してないのに急にリスナーからこう、まあ春休みをね満喫する男子高校生のその恋バナが届いてで、まあなんか頑張れみたいなアドバイスしてて、そしたら放送終わったんですよ。あ、すごいあれだね。いや、まあ最終回にふさわしい、本当ふさわしい内容だったんですよ。いや、もうしっかりかましたなという感覚はやっぱありました。いや、いいね、しかもすごかったですよ。うん、そのリスナーからのメールを拾っちゃう、うん、日本放送のスタッフも結構入っちゃって、なんか真剣に答えてて、自身もなんか真剣に答えたりしながら、なんか最後にもう一個なんか謎など出してきて、謎など出してきて、終わりかけにありましたね。そんな彼は今日エルメスのショーに出てます。いや、本当にびっくりして、すごいカバン持ってね、カバン持ってたよ、すごい立派なことですけど、立派なことで緊張してたね。でもあのインセプションを経て、あのフィナーレを経て彼は大人になったんだと思うと、やっぱ1週間経ってね、なんか誇らしいですね。やっぱインセプション抜けてると、経て旅立っていったんですよ。嬉しいですよ、すごいわ。はい、ということで、まあ、シーズン3シーズン3が完結でございます。はい、まあ、近いうちにね、一発ちょっと京セラドーム直後の劇場版が公開されますのではいはいはい、怖いね、そこ。そちらもね、皆さんお楽しみにでございますよ。かなり期待できるんじゃないかなと。そうね、結構深い層まで行くんじゃないかなと思ってます。しかも深い層に入ってるのに多分ドーン直後まで浮かれてますから。いや、そうね、だから一番怖いよ、はい、そう、一番やばいから、やばいよ。いや、劇場版というだけあって多分とんでもないものを、ね、とんでもない作品になってると思うので、皆さんぜひそちらもお楽しみにということでございますけども、まああとあれですか、まあ、最近の話というと、まあ、最初もう始まってすぐ喋ったけども、まあ、ここで改めて言わせていただきますよ。ね、まあ、WBC 日本優勝おめでとうございます。素晴らしいよ。歴史的ですよね、いや、本当にね、うん、もう今回の WBC もドラマがすごくて、うん、まあ、やっぱ俺がすごく今回の喉で記憶に残ってるのは、イチロー選手のさ、覚えてる、なかなか打てなくてさ、スランプ入ってる中で打って、あとさ、ダルビッシュ選手のスライダーで最後抑えて、そうね、そう、あーって叫ぶやつ、あれがすごく印象に残ってたんですけど、今回もまたそれを超えるんじゃないかというドラマがたくさんやっぱ WBC には詰まってましたけども、まあ、14年ぶり3度目の世界一ということで、いや、すごかったよ。今回なんかすごいのが、その2013年大会だから、もう10年前ですか、うん、の大会のドミニカ共和国が以来の無敗優勝。ああ、一度も負けず、予選でも負けずにってことね。そのまま決勝に渡って、決勝でもまあもちろん負けずにってことで、まあ、無敗優勝ということで、もうすごいことなんですよ。いや、すごいスケジュールで野球やってるよね。そうよ。前日も試合してて、次の日も試合やってとかさ。日本から、そうで、日本からすぐまたアメリカ行って、でまあ他の海外の方はこうどこだ、台湾の方で試合して日本来てとかしてましたから。ね、もう本当に結構皆さんね、アスリートとはいえかなり体力的にもいろいろ調整とかも大変だったと思うんですけども、まあ、決勝が平日の朝8時からだった。8時でした、早かったね。で、まあ、有給を使う社会人が続出したっていうことらしいんですよ。確かになんか、このやっぱこの栄光もこのすごい瞬間見たいと、まあ、優勝してもしなくても俺はこの瞬間を見届けたいという人で有給が続出したらしくて、電車空いてたのかな、じゃあちょっと、いや空いてたんだよ、もしかしたら通勤ラッシュはもしかしたら緩和されてたかもな。う、ね、でもしかしたらすごく困った会社がどこかにあるかもしれない。あ、確かに確かに。一応さ、俺らさ、もう本当朝っぱらから仕事だったから、仕事でしたね、全員で雑誌の撮影だったのかな、雑誌ので、ね、まあいろいろあったね、あの日は。あ、そうかそうか。そうそうそう、あ、収録したりもしてて、そうそうそう、でもう朝から全員も現場入り順番にしていくわけですよ、それぞれね。現場入りするやつ全員携帯で WBC 見てるの。だって俺もさ、朝のさ車の中でさ、ジェシーと二人でさ、うん、現場着きましたっつったんだけど、うん、あとワンアウトだけ見たいから車降りなかった。いいところを見て、なるほど、イニング変わるところ、ね、イニング変わるところまで見切って、はいはいはい、そっからは、ね、入ってくるやつ全員携帯 WBC 見てて、入ってったら現場のスタッフも WBC 見てた。いや、あれすごかったよね。で、やっぱさ、携帯だからさ、ちょっとほんと2、3秒とかさ、それぞれラグがある。ラグね。全員なんか、
ストライクバッターアウト、ストライクバッターアウトみたいな、なんと。で、ディレイがすごかったんだよね。みたいなね、もうみんな見てたじゃない。いや、すごかった。いやー、まあ、あの瞬間はやっぱみんな、まあ、コーチはさ、普段さ、どっちかというとサッカーをやってることの方が多いじゃん。そう、サッカーの方がね、だから、熱はすごいんだけど、うん、でもやっぱりスポーツニュースとかでは見てたよ。あー、まあ、スポーツ自体もまあ好きだし、好きだからね。そんなコーチはやっぱリアタイで見てましたから。いや、もう決勝戦だけはちょっとあの、リアタイしないとダメだな。それ以外もまあ、ニュースとかでちょいちょい見てて。そう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 。あの、で、まあ、なんだっけ、劇的なさ、さよならの。あー、ありましたね。何戦だっけ、あれ。メキシコ戦か。うん、メキシコ戦。あれもなんかすごかったなと思って。すごかったです。ドラマが本当あって。まあ、その、あれですよ、やっぱ、決勝、優勝を決めた、その9回表最終回の、2アウト、うん、ね、ランナーなしの、その局面で迎えた、その、大谷選手と、アメリカ代表の、キャプテンのトラウト選手の。だってあの選手なんかすごいんでしょ、なんか。いや、とんでもないバッターなの。もう、本当に俺もジュリからの情報で。もうあの、アメリカとかも世界で、そう、MVP3 回取ってて、大谷選手はこの間取ったんだよね。取ったんだけど、それを3回取ってる選手で。すげえ。で、あの、もう、本当に、世界、トップと言ってもいいぐらいのバッターなわけですよ。MVP3 回取った人だったんだよ。そうだよ。で、すごい人で、でそれが、ツーアウトランナーなしで迎え、しかも、大谷選手とその、チームメイトなんだよね。チーム、同じチームだから、普段は対決すること絶対ないの。その、夢の二人の対決なわけですよ。それがすごい、やっぱ話題になってる。そこからの三振。そう。三振、最後スライダーですが、あれ、ギュンとスライダー。ね、で、三振ですよ。あれはすごかったね。あれ気持ちよかったよね。いやあ、あれは気持ち、だからね、いろいろ劇的なんですよ。まあだからその前さ、うん、ランナーが一人出ちゃったので。あ、出てたね。このまま行ったら、ね、多分、ワンアウトランナー一塁でトラウトか、ノーアウト一二塁でトラウトみたいな状態だった。なんだけども、その前にランナー一人出したんだけど、ゲッツーになったから。ああ、そう、ゲッツーあったね。そうなったから、本当にツーアウトっていう、もうここで、もしトラウトが一本打てば、みたいな、うん、本当にもう、全世界が注目するみたいな、その日本じゃなくてもアメリカじゃなくても、あの、多分、対決はみんなが、うん、ハラハラしてみたものだと思うんだけども。え、だってしかもあれでしょ？ジュリ、予選かなんか見に行ってたでしょ？僕は12日のオーストラリア戦に行きましたね。東京ドーム行ってたんでしょ？行きました。大谷選手の。生大谷見たってことでしょ？生大谷ホームラン。生大谷ホームランか。生谷ホームラン見ちゃって。多分みんな覚えてると思うんだけど、こう、パーンって言って、自分のさ、広告の液晶に大谷選手がホームラン打ったやつがあって、それを俺生で見たんですよ。あれだっけ？片手打ち打ったやつだっけ？もう。あれ、それじゃないやつ。それじゃないか。それは強化試合で。強化試合。そう、普通にパコーン打って、もう、最近の野球じゃなかなか見ないよね。あそのこの上部の、うん、昔のいわゆるさ、ゴジラ松井って、もう、松井選手、あの時代とか結構あったんだけど、今球が飛ばなくなったりしてて、なかなかないんだよ、うん。しかも自分の広告にぶつけるんだよ。やばくない？すごいよね。しかもなんかスタッフさんに聞いたけど、あれ液晶だからタイミングで変わるんでしょ？違う広告で。時間でほんと10秒、20秒ってわかんないけど、そんぐらいで液晶の画面がどんどん変わる中で、うん、自分の瞬間にスパーン出て。いや、すごいね。いや、俺、打球速すぎてマジで見えなくて。ああ、そういうこと。そう。球場で。打球の速度がレベルが違いすぎて。へえ。ほんとちょうど、俺もうほんとバックネット裏だったんだけども、うん、マジで見えなくて。びっくりした。うわーってなってて、うん、きっとホームランなんだろうなと思ってて。そのレベル。で、家帰って、録画見直して、うん、わ、こんなやばいの打ってたんだ、みたいなぐらいのレベルや。でもそれだけ打球のスピードが速かったってことなんだ。すごかったね。いや、いいな、生大谷見れてんの。やっぱみんな興味あったと思いますよ、あの時は。いや、すごいっしょ。もう本当感動ありがとうということでございますよ。うん、まあ、村上選手は俺は何もうこれはね、村上選手のことを話したいぐらい俺は苦労してたんですよ。スランプに若干入ったんじゃないですかみたいな話もあったりしたけど、栗山監督もこう信じ続けて、ちゃんと、そのね、寄与し続けて、で、ちゃんとね、それこそコーチが言ってたメキシコ戦でさよなら打ちましたし、ね、決勝のさ、ホームランやばくなかった？あんなさ、その、いわゆるちょっと多分、あのさ、年齢で言うと俺の弟とダメなんだよ。あ、そっか。23歳なんだよ。すごい若いね。俺弟がさ、日本代表であそこ立ってると思ったら、もう何もできないと思うよ。だからもうあそこにいるだけですごいんだよ。そうね、日の丸背負ってね。それだけでもう計り知れないプレッシャーがある中、うん、決勝はあのホームランよ。
えぐかったらポーン行って取られてさ、あこれアメリカやっぱ強えなーと思ってイニング変わった瞬間スパーンって打ってさ、気持ちよかったよねあれね。そう、確信歩きしてたねあれ見た瞬間もう、あこれ今日日本行くなとちょっと思った。おー、いやーもうちょっと話しても話しても話しきれないぐらいいろいろあるんですけども。そうね、いや、もう改めて感動ありがとうございますということでございます。あとお疲れ様です。お疲れ様でした、本当。はい、ありがとうございます。あと、まあ、この話もしとくべきですよね。何？このラジオはやっぱ、ハリー・スタイルズさんがすぐそこに来てますという。これはやっぱこのラジオで話すべきですよ。これを触れないわけにはいかない。話した方がいいね、それ。いろいろ、ジャスティン・ビーバーの話とかもいろいろしてきました。しますからね。いろいろしてきました。ブルーノ・マーズの話もしましたと。してます、してます。いろいろ触れてきた中で、この話題に触れないわけにはいかない。来日といえばこのラジオですから。来日系、来日のそういうトピックを扱うラジオですから。だからといって本人に届くわけがねえんだけどな。まあね、これ言うと、ハリー・スタイルズさん皆さんご存知の。ハリー・スタイルさんは昨日と今日、有明アリーナでライブをやられてたということで、はい、あもう有明ってことですから、もう晴海通りまっすぐ来てもらえればね、すぐですから、か全然今から来てもらっても大丈夫ですよね。この後ね、全然カラオケオールしてもいいしね。カラオケオール全然いいよね。有楽町駅、今、でも時間的にまだ終電あるから、有楽町駅出てもらって、うんうん、国際フォーラム口出てもらって、国際フォーラムの方そう、ね、ちょっと左の方歩いてもらったらカラオケなんかもありますから、全然全然そこで、休暇の会議室でもいいよね。撮るよね、撮るよね、全然。埋まってなかったら撮るよね。あそこでね、なんかピザでも撮ってね。全然みんなでね。せめてイマジンにしようよ。イマジンにしようよ。全然休暇の会議室でいいよね。オードリーさんが右側だったらそれの反対側でいいかな。大きいところはちょっと急遽だと抑えられないかもしれないから、ちょっと小部屋の方で。いや、イマジン言う、取れせめて。いや、全然今から来てもらっていいんですけどね。うん。まあ、あと、ハリー・スタイルズさんのそのライブはですね、ファンの方がマラボーって呼ばれる、マラボーなの、そのフェザーのストールをつけていくっていうのは定番らしい。へぇ、なんかその、まあ、ファッションアイテム、マストアイテムじゃないですけど、うんうんうん、なんかあるらしくて、その本人がよくつけてらっしゃるアイテムらしくてですね。好きなんだね。うん、なんかそういうのがあるらしいんです。その、だからいわゆる、その見に行ってる人のファッションを真似するっていうことなのかな、うん、っていうのがあるらしくて、このマラーボーっていうのがその羽がめっちゃ抜けるらしくて、で、そうなの、これに事前にヘアスプレーかけるって、抜きにくくするっていうライフハックまであるぐらいらしいんですよ。そういう、ああ、今調べたらこういうやつか、本当に。あ、そう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 。ザ・羽が、うん。ライブのパフォーマンスとか見るとたまにつけてるの、俺もなんとなく記憶にあるんだけども、そう、これをつけるっていうのが、ファンの人の、まあ、全員ではないと思うんだけども、いわゆる定番みたいな方でらしくて、ね、そう、まあでも、でも面白いね。ヘアスプレーで固めるんだよ、そういうライフハックが多分 SNS で広まったら、ね、ハリースタイルドのライブに行く方、マラボーをつけるなら、このヘアスプレーつけてくださいみたいな、多分広まったんだろうな。いや、でもそういうのシェアして、まあこういうのあるだけでさ、ライブ行くテンションってだいぶ変わるんだよね。いや、まあそうだよね。事前準備も楽しいだろうし、ね。で、いわゆる見に行く人もちょっと衣装を着る感覚になるのか、ドレスアップするというか、衣装を着る感覚に多分なるのかもしれない。わかるわかる。まあ日常的に多分そのマラボーをつけてるというよりは多分ライブだからってことだから。だからもうそうだよね。多分本当、ドレスアップの気持ちで多分楽しいんだろうね。俺らってこういうのないか？俺らはもう、どちらかと言ったら、グッズのうちは持ってくれたりとか。グッズのパーカー T シャツ着てくれたりとかか。そうね。うん、でも結構ストーンズのファンはあれだよね。私服、おしゃれな人多いよね。多いね、個性的な人っていうか。すごくこう、おしゃれしてくださる方多いし、うん、あと、ファッション真似する方もいるよね。あ、いるいる。だからもうジュリの、なんて言うんだろうな、まあ YouTube とかでもやってるような、着てるような服装を着たりとか、キャップだったり、ね。サングラスもね、真似したりとか。いるね。すぐわかる、うん。男性ファンも結構そういうのしてくれる人、髪型真似してる人。ああ、わかるわかるわかる。うん、結構いるかなと思うけど、こういわゆるファッションでこれが定番ですみたいなの意外とないかもね。そうね。なんか作った方がいいのかな、やっぱり。やっぱテンション上がんのかな。マラボーみたいな、よく。もしかしたらさ、広まってないだけで一部のファンの間ではあんのかな。どうなんだろう、ね。なんかまあ、俺らよくサングラスかけるからサングラスつけましょうとかさ、例えばさ、なんかさ、そういうのがもしね、なんか、一部のね、あったらぜひメールで教えてほしい。まあ、広まってなくても自分と友達は絶対このアイテムを身につけてますよでもいいし、なんかそういう、ちょっとプチ情報でも、教えて、メールで教えてもらえれば、
それをもしここでシェアして定番にできたらめちゃくちゃいいじゃない。うん、そうね。だからそういうのもなんか決めたらやっぱいいかもしんないね。うん、俺のファンはやっぱサングラスキャップが多いですよ。うん、俺ね、金メッシュが多いかもしんない。髪型？髪の色。色か。あれ？コーチのファン全員バイク乗ってない？なんで？ライブ会場で。来てねえ。あの、ストーブまたがってない。ストーブライダー。ストーブライダー来てない。北海道公演の時役立つかもしれない。ストーブライダー来てないか。あちあちあち、北海道寒かったからストーブまたがってない。いないですか、そういう人。かっこよくねえじゃんだって。それかバイクのハンドルだけ持ってる人とかいないですか。ハンドル持ってくれ。俺なんか見た時結構いた気がするんだよな。いないって。空が多かったような気がする。ちょっと絞りハンドル多かったけど。たまに中にちょっとアメリカンなアイバイク。ねえ。な気がするんだよ。誰も吹かしてねえ。はい、生放送ということでラジオ聴きの皆さんもメールで参加してください。リアクション感想メールをお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com stones の頭文字を取って st となっています。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です。そして番組ではツイッターアカウントもあります。アカウントは @stones ANNSAT 放送中はハッシュタグ stones ANN をつけてつぶやいてください。それではメールを読みします。はい、まずはラジオネームコッペピンポンパンさんからです。憧れるのをやめましょう。今日超えるためにトップになるために来たんで、今日一日だけは田中への憧れを捨てて勝つことだけ考えていきましょう。さあリトルストーン行こう。なんで落とし込みしてんだよ。俺となんで勝ち負け決めようとしてんだよ。あとお前ら俺に憧れたことないだろ一度も。しかもどういう体制で聞いてんだよ今。なんで全員食ってかかってこようとしてるんだよ俺に。何の勝負するんだよ俺に。憧れを抱いてたこと1秒でもあるのか。お前コッペピンポンパン、すごいスタート切っちゃってるよ。続いてラジオねモンローさんからです。え、逆に今まで一回もエンジン組まないでラジオやってたんですか。道理で団結力がね番組だと思ったよ。エンジン組んで生放送はラジオの常識だろ。来週からちゃんと毎週やれよ。オールナイトなめんな。これ定番だったんですか。そうなの。え、じゃあ、え、中井さんとかもやってたりとか。もしかしたらやってらっしゃるのかな。俺らちょっと現場を見れてないからあれだけども。そうね。もしかしたらやられてるのかもしれない。だとしたら俺らの知識不足かもしれないけども、俺らが知ってる範囲だとやってはないよな。確かにな。だから、うん、まあ、おきくんをドヤ顔で入ってきたっていうの、うん、そういうのなんかやってこうっていう。ちょっとちょけてたもんね。おきくんもなんか喋りながらね。ちょけてたね。これ、でも、まあ、いや、なんかその舐めてるつもりみたいなのはなかったけども、うん、まあだとしたらね、まあ今日の対応はちょっと間違えてたよね俺らのね。まあ確かにちょっと俺らも立つべきだったね、うん、なんか俺らもびっくりしすぎて、なんかちょっと俺突っ込んじゃったりしてたもんね今日ね大きくに。いやもう始まるよあと2分ぐらいだよみたいな、こう突っ込んでたもんね俺ね。突っ込んでたね、しかも大事なところで噛んでたしねとか。だからこの後 CM 中もう一回いい大きくちょっと。確かに。申し訳ない。この後曲流れてし、ね、日またぐじゃない。ちょっとさっきもう一回いい。ちゃんと。確かに。俺らも立ち上がるわ、うん。申し訳ない。ちょっと日、始まって30分経ってからになっちゃうけど、うん、0時台、ちょっと俺も気合い入れてやるから、ちょっともう一回だけお願いしよう。確かに。で、さっき長浜さんもいなかった。さ、長浜さんもいなかったからね。長山さんも入ってもらってブースの方に、うん、みんなでやろうかやっぱね。それはやっぱり12時台それで迎えよう。大事かもしれないね。続いてラジオネームくるみもちさんからです。憧れをやめたらこのラジオでも優勝は夢じゃないと思います。頑張れサムライストーンズ。何このラジオの優勝って。いやまあまあでも、うん、0時台俺ら優勝しよう。そうだな、0時台のラジオで俺ら優勝しよう。ラジオ界で、ね、いやいやここを制覇しよう、制覇しよう、はい、ということでここで一曲一部の放送局を除いて今度の月曜日にクリーピーナッツのオールナイト日本が最終回を迎えます。クリーピーナッツさん5年間お疲れ様でした。ということで田中樹が選曲しましたクリーピーナッツでパッと咲いて散って灰に。いやいいね、エンジン閉まったね。いや閉まった。ちゃんとちゃんと気合入ったけども、やっぱ2回目もちゃんとスッと言えないんだ。あー惜しかったね。さっきとは違うところをしっかり噛んだよね、大きくね。うん、やっぱ染みついてないんだね。まあでもちょっとなんかグッと引き締まった気がするから。いやでも俺に横にいた高木くんはね、うん、しっかり目つぶって聞いてたよ。ああ、1ミリも。入り込んでた。入り込んでた。笑わずに。あ、ほんとに。俺はそれ見て笑っちゃったね。逆に。素晴らしい。魂がね。魂が言ってた。大きくが噛んでも揺るがなかったね。やっぱサムライラジオ魂が。すごいあるんだ。まあじゃあ俺らもちょっとレイジで優勝しよう。優勝しよう。これは。気合入ったからね。メール見ますよ。ラジオネーム、ナナナさんからです。リモートラジオで何試合か負けてるので、無敗優勝の道は立たれましたが、それでも諦めるな。勝て、ストサタスペ。そうね。まあなんか、あの試合、何試合かっていうかまあ、
あの期間ほぼ僕たち連敗してましたよね。いや、もう連敗だよ。コールド負けやん。うん、10点差ついて、コールド負けしました。惨敗しましたけどね。惨敗してたね。いや、まあ結局でも決勝、てか決勝で勝てばいいですからね。決勝トーナメントで。そうそうそう。で、ここからですから、俺ら。そうよ。あの、強化試合のこと言われても。ね。うん、強化試合どうこう言われたってさ。あれだってスタメンじゃないもんね。そうそう、あれ、あれ二軍だから。二軍だからね。あの時は。手の内見せないからね。そうそう、ついてラジオネーム、デルさんからです。毎週レギュラーのパーソナリティとしてリスナーの期待を集めたものの、今年に入ってから番組でなかなかいい結果を残せていない田中が、今日の24時50分ギリギリのところで、大逆転爆笑キーワードをぶっかますメキシコ戦ラジオ、楽しみにしてます。やりづれよお前、めちゃくちゃ。あとさ、俺、そんなに今年に入ってから番組でいい結果残せてないかな。いや、頑張ってないよ、俺。死んでるかもしんない。女、結構頑張ってるつもりだったんだけどもね。いや、でも俺は信じてるからね、それは。うわー、そう、リスナーの期待集めてたけど。だから、俺裏切ったりしてた。俺はもう、結構、監督と同じ気持ちで、お前には打席に立ち続けてもらうから。信じて。いや、そもそも俺そんな失敗、ちゃんと、丁寧に俺、送りバントとヒットを繰り返してる気がするんだけどな。いやいやいや、無難すぎるんだよね、それは多分。そう、はい、じゃ続いてラジオネーム、イワッチョさんからです。以前は放送を聞いてもいなかったコーチが、この大事な試合で打席に立って優勝打を決める。このラジオ漫画かよ。楽しみにしてるよ。いや、まあ確かに。うん、お互いね、全くこのラジオに興味なかったやつが、この決定的な瞬間で2アウトで、2アウトでバッターボックス回ってきて、ここでお前がしっかり決める。これ漫画だね。びっくりしちゃうね。この、今回の、ちょっと前までの WBC の主人公は大谷選手みたいに言われてましたけども、いろいろ。今回の主人公はお前だよ、この漫画の。やばいね。さあ、フリートークです。いやー、難しい。やだー、ここからお前が主人公だぞ。やだー、やだー、だって初めてなんだけど棄権してもいい。お前優勝だ、決めちゃってくれよ。0時台になってすぐこの椅子座りたくねえなー。打席立っちゃった。お前もう打席立っちゃってバット握って、お前ピッチャーはもう構えちゃってるから。ちなみにタイムってどんぐらい聞くの？聞かないです。聞かないです。もうピッチャー振りかぶってますから。うわー、はい、まあ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 、はい、始めさせていただきますよ、はい。まあ私事なんですけどね。はいはい。今年、今月か。うん、3月8日で、29歳の誕生日になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。お誕生日だったね。まあ、あっという間に20代ラストということでね。うん。まあ、誕生日何しようって、やっぱ、そう、うん。何してたかっていうと、まあ仕事してたよね、実際。してたね、一緒にね。そう、だからなんか特別その日に何かしたってわけではないんだけど、うん。舞台で共演させてもらった中村芝翫さん。はいはいはい。誕生日会を開いてくれたんですよね。あれ、そうですか。お前ほんとずっとお世話になってるな。そうそうそう。うん、本当にご飯とかしょっちゅう食べに行きなとか、もうお家だと思っていいからね。ありがたいね。可愛がっていただいてね。嬉しいね。そうそうそう。でももともとはね、舞台で夏のような夢で共演した人たちが、去年だね。うん。3月生まれの人が多かったのよ。ああ、そうなんだ。結構。たまたまね。そう、なんか、プロレスのプリティさんとか、うん、松江さんとか歌舞伎の会の方とかもいて、うん、その人たちでやろうって言ってたんだけど、うん、したら芝翫さんがうちでやんなよって声かけてくれて。へえ、嬉しいね。そうそうそう。そこでね、まあ誕生日パーティーをやって、ゴルフボールのプレゼントとかしてくれて。へえ。そう、最近ストーンズでゴルフやるんですよねって話をしてて、うんうん、そしたらゴルフボールくれたりとかして。ああ、嬉しいね。めちゃめちゃ盛り上がったんですよ。しかもなんか全然関係ないのに、芝翫さんの仲いい俳優さんの方とか。ああ、もういらっしゃったんだ。そう、いて、なんかお祝いしてくれたりとかして、で、3月の誕生日の人はみんなで盛り上がる。へえ、いいじゃない。いや、本当に、すっごい盛り上がって楽しかったんですけどね。うん、ちょっと一つ、まあ、そこで思い出しちゃったっていうのかな。ほうほうほう。うん。何かを。そう。すっごい楽しい誕生日会だったのよ。うん。でも、よくよく振り返ったら、メンバーから何にもされてないなって思っちゃったんだよね。ほうほうほう。まあ、誕生日当日一緒でしたね。そう、誕生日当日一緒ですよ。朝から晩まで、もう早朝から夜中ぐらいまでじゃなかったっけか。一緒でしたよ。うん。それでさ、お祝いされたのって言えばさ、ストーンズの公式のインスタグラムのストーリーでお祝いされただけですよ。うんうん、そうね、しかも、あれもマネージャーがなんか適当だったのか知らないけど、コーチさん自らカメラ回してもらって、メンバーにお祝いの言葉をもらいましょうよっていう、すげえ雑な扱いを受けたのよ。本来は、そう、まあ、本来は、ね。他のメンバーだったら、例えば俺とかが、北斗の誕生日だからさ、そう、ケーキ出して動画撮ろうよって言って、マネージャーにちょっとスケジュール確認して、とかやるんだけども、今回、
今回本当にひどかったの。びっくりしちゃった。基本はな、あれメンバーが動かしてるからな、あれだけど、多分誰も動かなかった。そう、誰も動かなくて、マネージャーが気の毒に思ったんだろうな。コスさん誕生日ですよね。ファンの方も待ってると思うんで、インスタのストーリーだけでも更新しましょうよって言ってきて、で、そういうのって俺自分でやるもんだっけってマネージャーと話して。今までは自分も考えたりな。いや、そうよ。他のメンバーと一緒に考えたりしてたよ。タイガの誕生日の時だってケーキ買ってったりとかさ、いろいろ手配してね、やってんのに、ああ、じゃあ自分で回すんだと思って。そのしたらさ、じゃあまあ一人ずつ言葉もらえばいいんじゃないみたいな感じになって。まあ、そしたらよ、ひどいのが、まず第一に北斗、うん。現場にあった誕生日ケーキを自分で買ってきたかのように、膝に抱えて、プレゼントしていただいた。プレゼントしていただいたやつを、自分であったかも用意したみ、ま、うん、用意しましたみたいな感じで。で、あ、コーチおめでとう、みたいな。うん、で、慎太郎も慎太郎で、あ、誰々がコーチおめでとうって言ってたよ、みたいな。すごいなんか雑なメッセージ。はいはい、なんか、自分のプライベートの友達の名前に出してた。そうそう、出してたじゃん。うん、もう本当に雑なお祝いしかされてないのよ。はいはい。なんか、その時はもう俺忙しかったし、仕事も朝から頑張ってて、もういいかなって思ってたのよ。うん。でもね、よくよく家帰って、冷静になった。冷静になったのね。うん。したらすげえ寂しかったなと思って。あ、まあ、だって一唯一一緒にいたのがメンバーだもん。そうよ。一応なんかその仕事してたからね、うん、スタッフさんとかからお肉の詰め合わせだったりとか、いただいたりしてたね。いろんななんかなんていうんだっけ、ハンドソープとか、うん、そういういろんなプレゼントもらって、うん、一応スタッフさんからの愛はすごい受け取ったの。うん、なのによく振り返ったら、あ、メンバーからなかったなって思って、うん、そんなモヤモヤした気持ちをね、うん、話したまんま、うん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 、もう素直な言葉ではだけでもよかったのよ、おめでとうって。ほうほう、おめでとうだよ、なんだろうな。そう、それが欲しかったわけだ。そうよ、それだけでもよかった。それだけでもよかった。あー、コーチ20代ラスト頑張ろうねとか、うん、お、しわってこうみたいな。短くてもいいから。短くてもいい。なんもなかった。みんな眠そうな感じで、おはよう。おはよう。ちなみにそれどうしてやったのかな？違うな。なんか、ちなみに、じゃあ、まず言わしてくれ、おめでとう。うん、いや、遅い。まず言わしてほしいのはおめでとう。そう。うん、まずね。いいよ。これだけ言わしてほしいのがおめでとう。うん、遅いけどね。これに尽きる、ね。違う、これに尽きるじゃなくて。ちょっとなんかさ、うん、メンバーよね、だって誕生日っておめでとうだもんね。違う。おめでたいじゃん。雑なのよ。いや、なんか、6人でせめて、5人でさ、インスタの内容考えようよとか、うんうん、そういう話し合いは行われたのかっていうのをちょっと俺は確認したい。お前は本当に感じてないね。これがメンバーからの愛だってことで、お前、美味しかったじゃない、あれはあれね。じゃあ、いや、あと、まず、その、先に言わせてほしいのはおめでとう。いやおめでとうもういいよ。おめでとう。雑なおめでとう。おめでとう。だって、おめでとうじゃん。いや、だって、もう、お前なんかさ、うん、前、ジュニアの当時の時とかさ、一緒にご飯食べ行ったりとかさ、お互いの誕生日やってたりしたじゃん。そうそうそう。ちょっとプレゼント渡したりしてたな。もう何？今になっちゃ何にも考えてないでしょ。じゃあ、だから、じゃあ、おめでとう。いや、雑じゃない？で、何はともあれおめでとうだよね。まず、これに尽きるじゃない？まあ。おめでとうに尽きるよね。まずね。まあ、いや、言い訳とか、まあなんか、いっぱいあるけど、まず吉田氏のおめでとうなのよ。まず、うん、これに尽きるから。じゃあ聞きたい。俺の Q&A にして、うん、あの、5人での話し合いは。まず先吉田氏はおめでとうだよ。俺の質問に答えて。うん。だからなんか5人で話し合いは行われたのかっていう質問。おめでとうとかじゃなくて、それは行われた、行われてない、どっちかで答えて、ちゃんと。じゃ、これを答えればいいのな。答えて。まず先に吉田氏はおめでとう。いや、それはもう受け取ったから。おめでとうっていうのとともに、うん。じゃ、その答えだけ答えるなら、うん、行われてはいない。けどおめでとう。いや、違う。いらない。もちろん、おめでとうと思う。おめでとう、ほんとこれに尽きる。それに尽きるのか、うん。マジでおめでとう。いや、なんか今後なんかやろうとか、うん、そういうあれはないの。じゃあ、だから、まず、よしよしの、それに、まあ、答えるけど、まずおめでとうっていうのと、そしてありがとう。何がありがとうだなんだけど、うん、今後何か行う。だまあ、うちさ、基本さ、こう、プレゼントを渡したり、みたいなことはないじゃん。まあ、やんない。うん、だから、まあ、まずよしよしの、おめでとうとありがとうなんだけども、今伝えたいのは。うん、今後何かやろうみたいな話ももちろんない。じゃあ、まあ、いいよ、まあ、それは。うん。もうそれも誕生日は別にもう俺も、例えばやってない時とかもあるかもしんないから、うん、それはもういいよ。あ、まあ、ちょっと許してくれるわけね。で、3月8日。3月って、まあ、全国も世界でいうイベントもう一個ありますよね。何ですか？イベントありますよね、3月のイベント。3月8日？
以降のイベントですよ。その、6日後ぐらいかな8日の6日後。だからまず、ありがとうっていうことだよ。何3月。まず先に話してほしいのはありがとうってこと。違う。違う、まず聞いてほしい。ほんとありがとう。これにつける感謝。俺はちょっともうね、プンプンなんですよ。温厚なラジオやってたつもりですけど。いや、じゃあまず、お前の怒りもわかんない。まず聞いてほしいのは本当にありがとう。だから、じゃあ何があんの ?3 月もう一個イベント何自分の口から言って。答え。自分の、お前の口から言え。あった。3月の。答えます。何だから、ね、まず安田氏は感謝なんだけども、3月のホワイトデーね。ホワイトデーありますよ、ね。ありがとう、ありがとう、美味しかった。ここのブースから生まれましたよね、問題の。生まれました、はい。バレンタインデーを作ると、マネージャーまで使って、スケジュールを開けさせて、俺は、一人で、予行練習までして、ラッピングまでして、愛情込めて、美味しかった。お前がなんなら一番美味しく何個もちょうだいって食べてたよな。まあ、いっぱい食べましたね、人よりも。はい。3月14日。ありがとう。ありがとうじゃないです。あ、そしておめでとう。じゃあ、バレンタインをもらったら何するんですか？いや、まあだから、まあまずありがとうね。うん、ありがとうはいい。これだけは伝わっててほしいのは。安い言葉はもういらない。何するんですか、もらったら。まあ普通は、まずありがとうなんだけど、その、感謝ね。感謝して。感謝して、うん、どうすんの？お返しをするよね。お返しするよね。うん、ありがとう。何しましたか ?3 月14日。じゃあ、まず、安田さん先におめでとう。いや、もういいのよ、それは。まあ、何もしてないんですかね。しなかったよね。はい。それ、なんか、ジャニーズウェブのさ、あれも動画とかも撮ったじゃない。何を。あの、バレンタインデーもらいました、みたいなさ、撮ったね、そのファンに向けて。ブログで、ね。そうそう、ブログでなんかお祝いしよう、っつって。うん。ホワイトデーの時はなんか動きましたか ?5 人もらいましたよね。美味しくある時チョコ食べましたよね。食べました。そこから何か、あれをなかったのか、うん、?5 人で話し合いがなかったらコーチにもらったから返そうかみたいな話はあったんですか？じゃあまず、やしおしのありがとうだよね。やっぱね、ごちそうさまでしたっていうこと。そうね。これに尽きる。俺の返答としては。うん、これ以上は俺も喋れない。俺の質問に答えて、ちゃんと。うん、なんなら今グループラインで聞いてもらっても構わない。うん、ありがとうって。ホワイトデーのお返ししようしない。なんかすごいしつこいよね。コーチも。ありがとうって。いや、でも違う。それじゃない。話が行われてるのか、行われてないのか。何のその、返そうか、なんかするみたいな。ホワイトデーでお返ししようかみたいな。とか、せめて、言葉だけでも。何にも用意できなかったけど、あの時ありがとうねとかの言葉の用意とかしたんですか？まあ、だから、してないね。それで。してないよね。でもありがとう。うん。で、今いっぱい返してる。まあ、だから、いつ返すか、5人で決めてほしいんだよね、今。ああ、そう、ホワイトデーを。そう、だからもう、いい最悪。俺の、抜きのグループチャット作ってもらっていい。じゃあ、だからその、まあ、ホワイトデーには間に合ってないけども、そう。いつか返すみたいなこと。いつか返してもらいたいっていう。で、その、物がいいの？いや、物じゃなくてもいいよ。だから別に。じゃあ、全員でありがとうって言ってる、その、サンキュー動画でもいいわけ？うん。なんでも感謝が伝わればいいの？まあ、感謝伝わればいいよ、別に。物には限らず、感謝を伝えて、そう。せっかく頑張ったし、みたいなこと。まあ、それによっては来年も作るかもしれないしね、俺。あー、なるほど。俺らしい。でも、だって、お返しが来ないのにさ、またさ、作られてさ、まあ、大変なわけじゃん。その、だったら、なんだったら、あげるのも嫌だもんな。今、マネージャーに言ってスケジュール組んでもらってもいいわけよ、5人の。それはやりすぎだよ。なんで俺一人のスケジュール取られたわけじゃん。それはやりすぎ。そう。やりすぎだよ。なんで、それやりすぎ全然。じゃあ、わかった。俺の一人の判断でやっぱ決められないから。うん。メンバーにもちゃんと聞いた上で。そうよ。だから前向きに検討したい。前向きに検討したいとは思う。で、あのジェシーもね。うん。何も言ってないのよ。ありがとうね。あんなにさ、二人で旅行行く仲なのにさ、うん、何にもないのよ。ジェシーからも。まあ、それはしょうがないよね、日々の。ジェシーへのあれが、扱いがあれだから。ねしかもさ、聞いてくれる、うん、さっきスケジュール確認したのよ。うん、
俺らもう3月14日、うん、何してたと思う？なんだろう、覚えてないの。オフだったんだよね。3月14。誰がオフだったの？俺。あ、はいはいはい、はい、もうずーっと待ってた家で。しかも今スケジュール見たらマジでお前だけオフじゃん。そう。マジで悲しか、俺あの日から本当に寝てないのよ、もう。もう悲しすぎて。嘘つくなよ。本当に。WBC どころじゃなかったね。もうお前だけ休みだな、確かに。そう。意図的かのようにお前だけ休みだな。俺マジ、一睡もしてないからね。あの日から。欲しすぎて。嘘つくなよ、お前。感謝の言葉持ちすぎて。いや、まあまあ、でもなんかメンバーみんながなんかその、しましょうよって気持ちが、あるのならば僕はしますけども。うん、WBC 楽しかった？楽しかったですよ。楽しかったです。楽しかった。ホワイトデーの2日前の。俺もね。オーストラリア戦楽しかった。俺もなんか、見てるつもりだったんだけどね。涙でね。画面が言う、もう、歪んじゃって歪んじゃって。霞んで見えないわけだ。霞んで見えなかったのよ。画面が。そうよ。そりゃ相当苦しかったな。苦しかったの。辛かったわけだ。めちゃめちゃ欲しかったの。そんなにお前が、その、うん、お返しを欲しがってるとは思ってなかったから。うん、ごめん、なんかその、そこまでなんだったら、うん、もうちょっとそれはなんかやった方がいいかもしれないな。うん。しかも全然食べなかったしね、ご飯も。ショックで。喉通らなくて。結構痩せちゃったしね。嘘つくなよ。嘘、その、そっから今日までってこと？今日まで、本当に。だから、その言葉もらえるまでに、うん、俺はどんどん痩せてっちゃうかもしれないから。うん。まあ言っても、あれかな、今日26日になったのか。まあ今月中とかそんなもん？31日まであるからね、3月は。あと、5日ぐらいか、うん、うん。そう。だから、あの日から心から笑えてないんだよね、俺は。そんなにお前追い詰めてたんだ。追い詰めてた。追い込んでたんだ。うん、ああ、ごめん、そこまでとはちょっと思わず俺らも、なんかその、あの場のバレンタインのノリで終わるぐらいの感じで思っちゃってた。申し訳ない。うん、だったらその、ホワイトデーのお返しも誕生日も込みでなんかちゃんと改めてさせていただこうかな。それはそう。だからもう、最悪、うん、まとめちゃってもいいよ。なるギュッと一つにその二つを一つに誕生日とホワイトだよ、うん、そうだからきっとね俺はこうやって今一人で騒いでるかもしんないけど、うん、ファンの人も待ってると思うのよ。いやじゃあだから俺らはやっぱそこまでお前がそう追い詰められてると思ってなかったから。だって考えてみ、逆の立場になってみ、うん、バレンタインで一人でさ、うん、チョコレート作るためにさ買い出し行ってさ、まあ、スケジュールまず取られてな。そう、うん、スケジュール取られて丸一日よ、うん、取られてチョコレート買いに行って、うん、ああじゃあみんなが食べやすいように小分けにラッピングした方がいいかなみたいなこと頑張ったの、うん、で頑張って疲れてリハもやって汗かいて疲れて糖分欲しいなっていう時に最高のタイミングで僕はチョコレートを渡したわけですよ。あ、美味しかったですよ。美味しかったでしょ。タイミングも最高だったよ。そうでしょ、うんうん、それでね、じゃああの時はなんか言ってたよ北斗も、うん、じゃあこれはお返ししなきゃダメだねみたいな、うんうんうん、おその言葉で俺はどれだけ救われたか。あ、その言葉もメンバーからもあったわけだもんな。あったよ、うん、もうずーっと待ってた。その言葉が嬉しくて。あ、俺はそっから。だからまたホワイトデーになったら6人で集まってね、うん、ワイ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 動画撮れると思ってたよ。あ、3月中。じゃあまあ今月中になんか考えないといけないです ね。そこまで君が追い詰められてるんだったら。だからもう早くしないとマジ俺痩せ細っていっちゃうからね。あ、そうか。まあだからでも俺今ちょうどジェシーからさ、うん、LINE 来てさ、ジェシーからさ、なんか今日のコーチ面白いねって来た。バカにしてるな。特にジュリのありがとうもおもろい。バカにしてるな。だからまだそう重大に捉えてないメンバーも。いやそうだから軽く捉えすぎなんだよね。うん。だって小学校の時のバレンタインデーとか大イベントだったじゃない。でまあホワイトデーもちゃんとね好きな子を返してみたいなことはありました。その時の気持ちをね忘れないでほしい。わかりました。じゃあちゃんとそれはやりますか。あ、ね、約束してくれます。今聞きましたよね。何かね、まあそのスケジュールが、だからその手作りの何かとか、うん、何かを買いに行くってことができるか分かんないし、例えばご飯連れてくってことができるか分かんないけど、うん、まあ、何かしらの形で、じゃあその恩返しはしますよ。お、いいね。うん、じゃあそれは、今じゃあ、ジュリが先陣切って、他のあと4人をまとめてやってよ、それは。うん、それは約束できない。いや、約束しよう。無理。プロミス。圧すごい。それは約束しよう。そしたらだって、ねえ、うん、俺がゆっくり
ご飯も食べてゆっくり寝れるようになるかもしれないから。お前の健康のためだもんね。そうよ、うん、こっからだって4月ドームがあるわけじゃない。あります。カリカリになっちゃうよ俺。そうそう、どうする、大変なことになっちゃうよな、ドーム立ってる時に。だから早く俺に栄養を与えてほしいわけよ。まあまあまあ、じゃあまあ俺が先人かは分からないけど、まあメンバーには尋ねてみます。いやだからそれは明日さ6人で仕事じゃない。だそこでちょっと聞いてみますよ、ね、他のメンバーに。だからそれはでもなんか俺がいないところでやってね、それは。あ、もちろんもちろん。楽しみにしたい。あ、もちろん。だからそれでもし、うん、やらないっていう方向になったとしてもそれは報告するわ、一応ちゃんと。やらないっていう方向にはなっちゃダメよ。それはダメダメ。でも4人が本当に俺はやりたくないって言ったらそれは、本当に俺は別に何も思ってないと。いや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 。メンバーも。中にはいるかもしれないわけだ。そんな愛情ない奴らじゃないじゃん。じゃない、そんなわけないけど。そんなわけないじゃん。可能性、熱い男じゃん、あいつらって。可能性の話よ。あ、まあ、ゼロではないね。もう過ぎたから来年にしようっていうメンバーもいるかもしれない。だ来年になったら先にバレンタインが来ちゃうわけだよね。いや、まあ、いるかもしれないじゃない、中には。いや、まあ、まあ、メンバーが、こう、みんながやりたくないって言ったらごめんなさい、俺のありがとうとおめでとうだけになっちゃうんだけども。いや、でもそれは、うん、じゃあ、やらないって方向になっても、うん、一応何かしら取ろうよ、ね、4人で集まって、うん、俺に報告しに来て全員でスーツ着て。じゃでもそれもやらない方向になりましたって。それも極力やりたくないって。いやダメ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 。じゃあいる可能性もあるから。いやじゃあそれはしっかり、じゃあそうなったら俺がしっかりちゃんとお前、じゃあお前一人でいいからスーツ着て代表して謝る。あ、まあもちろんもちろん。俺が謝罪兼、うん、お祝い、そして感謝、感謝、この三つを連ねた代表してビーをあなたにお送りします。なのでそれをあなたがブログに載せるなりインスタに載せるなり YouTube に載せるなり好きにしてもらって構いません。じゃあそれはじゃあ約束な。それはもうそれはじゃあ今月中だからな。それはもうとかじゃないからな。それはもう分かったな、はい、それはもうあれだからね、ファン、今聞いてるリスナーもファンの人たちも俺はもう承認だからね、これは。いやーまあでも。だから今月中までに、その、ストーンズの公式の何かで動かなかったら、うん、もうそれはもう。それは大変だな。大変。いやーもうそれはもう。もう俺ストライキでストーンズ行かないかもしれないから、ね。いやーそれはね、もうね。ねえ。いやもういいよ。期待してるからね、それは。まあまあ、こう、期待ということですね。まあできればもう5人で盛大に笑顔で終われる方がいいかなって俺は思ってる。いやーまあ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 。まあ。そんな感じで俺の緊急報告は終わりでいいかな。まあ、ただね、とんでもなくジェシーが今のこの話をバカにしてるので、全員揃うのあんま期待しないでください。うん、ジェシーさんが全然重く受け止めてないので、なんで今日のラジオめちゃくちゃおもれって送ってくれるから。いや。一人重く受け止めてないので。ちゃんと俺は。まあまず説得します。俺は説得して。はい、頑張ります。極力お前も粘ってね。もちろん。俺が思ってるのはみんな笑って笑顔で終わりたい。ああ最後にね。この近況トークがそこで終わりだと思ってるから。あ、それまで続くってことね。それまで続くと思う。ああ、だからこれで今、例えばこう CM 行ってもこの近況トークは終わりじゃないよと。終わりじゃない。わかりました。だから俺は後半笑うかもしんないけど、心から笑ってないってことだけは覚えといてほしい。わかったな。わかりました。はい。以上です。はい、それじゃあメールを読みしますね。まずはラジオネームゴルゴンさんからです。侍ジャパンはトップ選手を集めたチーム。お前らは土曜暇だからラジオやってる寄せ集め集団。はっきり言うぞ。野球なめんな。俺らだってな、よりすぐりのスペシャリストが集まってるよ、そりゃ。いやいや、本当に。いや、逆にお前、サタスペなめんなっていう話よ、逆に。俺らから言わしてもらえば。ここのブースに入れるだけでもな。そうよ。なんか、舐めてもらってるみたいだけどもね。うちにはさ、ミキサーの天才もいるわけじゃない。いや、いるよ。松本くんがね、いるわけじゃない。もう、スペシャリストの集まりなんだから。お前さ。びっくりしてよ、最近。寄せ集めだとお前。マジで。舐められたもんだぜ、お前。本当によ。ここに来るまでの下準備、どんだけかかってるか、うちだって、とんでもないトップリスナー、トップスタッフを集めた。少数精鋭でやってるわけだからは。そうよ、うん。舐めてもらっちゃ困るよ、この放送も。気づいてないだけでとんでもないからね。うん、すっごい特大ホームランがないからあれって思いきや、もう、コツコツいい仕事してんだから、うちは。繋いでいくパターンだからね、俺らは。続いてラジオネーム、マウントガールさんからです。ちょっと待って。一回落ち着いて。コーチのトーク、悲しすぎない？よく有楽町来れたね。本当に。いや、思い出させちゃった、今。
ちょっと CM、まあ、CM でちょっと心穏やかな。いやでもマジでおめでとうと思ってるから、ありがとうとも思ってる。うんうんうん、でそれだけは分かって、次の、この後も。いいよ。なんかジェシーに個人的にメール来ててさ、うん、どこ行く？あいつ個人でお祝いしようとしてんだよ。そう。俺ら6人じゃけ意味がないんだよ。ああ、そうですか。まあまあまあ、じゃあ続いていきますよ。ラジオネーム、ももあんさんからです。バカだなあ、校長。誕生日もホワイトデーも、普通に祝ってたら、今夜お前は話すことなかったんだぞ。今日のトークがプレゼントだよ。これに尽きる。コーチ、おめでとう。ふざけんなよ。あのね、これ。これじゃねえ。そんなでまとめんなよ。言っちゃったか、お前。じゃないのよ。お前気づいちゃ、気づいてなかった、まだ、うん。このトーク、今日の近況トークが俺らからのプレゼントだ、お前。嬉しいだろ。ほら、泣いて喜べよ、お前。全然嬉しくない。まだお前涙で前見えなくなっちゃうかもしんないな、嬉しくてな。全然嬉しくないし。気づいてなかったか。これがね、俺らからのプレゼントだから。あ、寝れるな、今日から。寝れねえ。ぐっすりだな。ご飯もりもり食べれるな、今日から。あー、めんどくせえ。あー、まあまあ、これなのよ、結局俺らって。逃げんなよ、タラが。ちゃんとやれよ。まあまあ、気づいてもらえてよかったよ。続いてラジオネーム、ジョン・タイガーさんからです。コーチの今日のフリートークを聞いて川柳を作りました。聞いてください、うん。おめでとう。おめでとうからのおめでとう。ということでございます。うるせえ。これに尽きるよね。やっぱり。これじゃねえよ。多分ジョンタイガーも同じ気持ち。おめでとうに尽きるってことですよ。なんか、おめでとうってそれ軽く言っちゃダメ。心を込めなきゃ。ダメダメダメ。続いていきます。ラジオネーム、サトピさんからです。コーチのフリートーク、うん、ただただ悲惨、うん。すごい同情したけど、あの日から寝てない。ご飯食べてないとかいう嘘で正直に泣いた。コーチ、これに尽きるよ。おめでとう。おめでとうってそういう言葉じゃないと思う、俺。あそこからぐっとこう、なんか、ぐっとこう、減速したような感じありましたよね、やっぱり。違う違う違う、あ、なんか誰しもが、あ、コーチ嘘ついてるのかみたいな感じはやっぱ、うすうすちょっと感じました。それぐらいの、あれは受けてるまでは、俺も、あ、申し訳ないことしたなと。あ、確かに祝ってなかったとか思いました。うん。お前のご飯食べれてない。涙で、なんか WBC 見れてないとか、いうの聞いて、うん、もうなんか俺もが、な、泣いましたね。いや、マジで嘘じゃねえから。本当に。今ね。全然嘘じゃねえから。今、もうすっごい、すっごい速度でみんながどんどん冷めていってる。いやいや、嘘じゃマジで。あ、なんかその、本当にマジだからね。今もう、本当に目が腫れすぎて困ってるから。いやいや、だからもう、なんかこの、お前が言えば言うほどみんなこう、だん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 。いやいや、マジで信じろって。マジで寝てねえし、食ってねえんだよ。いいってお前それマジで寝てねえ食ってねえよ別に通用しねえんだよもう本当に待ってんだよ愛情が足りなくてなんかこのホワイトデーからの期間お前と結構飯食った記憶あるいやマジで返せよ本当にガリガリに痩せ干せってなんかだんだん脅迫になってきてるだんだんじゃあ続いてメール読みますよラジオネームエリさんからですこっちが反省してんのに何回も同じ質問してくる感じうちのパパみたいでコーチ無理違うんだって。わかるよ。めちゃくちゃ気持ちわかる。パパの気持ちもわかるよ。ごめんなさいってしてんのに、なんでお前はそういうことしたんだ。本当にごめんなさい。申し訳、悪いことしたと思って。わかってるな、パパ。お前なんでしたんだ。俺は今パパの味方だからな。質問の Q&A になってないから同じこと聞くんだよ。お前が素直に答えてれば、ナツさんに、おめでとう、おめでとう。何を言ってもおめでとうになってたから、こう言っちゃってんだ。やだな、こういう口うるさいおっさん。いや、エリ、ほんと気持ちわかる。そうだよな。うん、そうそうそう。こういうのほんとやだよな。反省してるもんね、だってこっちね。いや、すっげえ、エリの気持ち。うわ、ヘラヘラしてんだろうな、きっと。で、続いてラジオのネーム、カジノゲームさんからです。コーチ選手、残念ながら、絶好のフリートークチャンスで、ボテボテのピッチャーゴロに倒れました。次の打席に期待しましょう。見事に打ち取られましたね、あなた。打ち取られてねえって。みんなが期待してたんですよ、うん、あなた。打ち取られてない。俺結構いいスイングしたね。誰もがあなたが主人公かと思ったんだけども。まあ、ここで打てなくて、こう、ブーイングが集まって、次の打席で、パーンとさよならしちゃうパターンですか。いや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 。残り30分期待してもいいですか、ちょっと。ちょっと期待しておきますね、残り30分。まあまあまあ、はい、田中に原因があったとは思うけどね、俺は。ちょっとじゃあ、期待しましょうか。じゃあ、こちらのコーナーに行きますか。はい、じゃあ、こちらのコーナーに参りましょう。We are Stones!
僕たち SixTONES が常に掲げている言葉 We are SixTONES。 僕たちだけでなく関わる人みんなで SixTONES です。このコーナーでは我こそは SixTONES だと自負したリスナーから自分のイケてる日常を送ってきてもらっています。早速紹介していきましょう。まず最初の SixTONES はこちらです。ラジオネームはるはるさんからです。何ですか。何一つ理解してないけど勢いで全てのクッキーを受け入れる。 We are stone! 全然これわかんないこれ。あーそのクッキーね。クッキーでいいのかな。 C-O-K-I-E。 あの最近サイト見てると出てくるやん。あれね、これめちゃくちゃわかる。あれやだよね。全てのこれ受け入れるやつ全然意味わかってないけどとりあえず全て受け入れてる。しかもさ受け入れないとあれ先進めないんだよね。あれなんなのあれ。めちゃくちゃ今気持ちわかった。すげえわかるわ。クッキーでいいのかな。これなんなのこれ。これ何なの。これは何ですか皆さん。クッキーはクッキーであってのね。なんだこれ。これ受け入れることはわかる。でもさあれ受け入れたことによってメールとか来るわけでもないんだよね。何なんですかあれは。受け入れてるみんな。いや俺受け入れてる。俺結構受け入れないと。俺全てのクッキー受け入れてる。全てのクッキー受け入れてるね。俺もね割と全てのクッキー受け入れてる。だってさ受け入れないを押すとさ先進めないじゃんあれ。そう割何なんだろう。俺もねなんかちっちゃい文字なんか書いてあって全てのクッキーよっていうのがさこうバナーみたいにポンってしゃがんで出てくるね。とりあえず俺もねとりあえず来たものを拒まないタイプなんで、うん、受け入れてるんですけどみんなどう。ひよじみんな全てのクッキー受け入れてる。あやっぱみんな全てのクッキー受け入れてるんだ。どうさ。いやいいね。冷静になると怖いよねあれ。何受け入れてんだろうね本当。わかんない何かわかんないけどねみんな全てのクッキー受け入れてるんだ。あれガチ何めちゃくちゃ今同意したんだけど。確かになんかわかんないけど受け入れてるなぁ。はい、続いていきます、はい、ラジオネームガエル・ガーゴイルです。はい。さよならは言わない。僕たちはまた出会う運命だからと言ってボーリングの球を投げる。 We are stones。 すぐ帰ってくるからな。しかも思ったより早く出会っちゃうんだよな。あれ投げてすぐスーって出てきちゃうから。確かに結果残して帰ってきた時はすげー褒めてあげるんだよな。ただ一投一投がなんか思ったらしくてやだな。そのボーリング。いやあれさ、うん、たまにさ戻ってくるの遅い時あるよ、ね、あるあるある。あれ何なんだ。どっから詰まってんのかな。なんか何なんだろうね。あと隣のレーンの人と気まずくなるやつね。あるよね。同じ号数だったらそう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 。あれこっちなのかなみたいな。なんかその12号の M と L が、わかるわかる。俺ずっと M 投げてたのに急になんか急になんか8投目ぐらいから L しかなくてで、まあ、とりあえず L 投げるかと思って投げたら隣の人が帰ってきたのが赤井さんにどう見ても M なんだよね。 M だったね。あるあるある。めちゃくちゃある。あれ気まずいよね。あれ気まずいわ。でどっかのタイミングでバレないように M に持ち帰る。わかる。続いてラジオネーム小ガラス丸さんからです。実家暮らしを生活のサブスクって呼ぶ。 We are stone。 いいより言い過ぎだろ。なんかそんな言い方でいいのかね。生活のサブスクって実家暮らしを。よくないな。そんな感じでいいのかね。実家暮らしの呼び方は最近すぎるな。はい、ラジオネーム犬のしっぽです。はい。鶴の恩返しをワンルームの部屋で待つ。 We are stone。 全部見えるな。全部見えるし何してるかも音でわかるし、ね、うん、あとなんか多分ちょっと大きめの動きした時ドンってぶつかったりしそうだし夜入ってくる時から見えちゃうからね。夜とかは窓の反射で見えちゃうし窓際向いてたらちょっと夜は窓の反射で見えちゃうしね。部屋が映っちゃうから。はい、じゃあ続いて昔話にワンルームとかねえから大体あの横スライドのドアがあるんだよな大体。続いてラジオネームゆうさんからです。ホテルから出るとき、行ってらっしゃいませって言われたら、ああ、留守は頼んだぞと返す。We are stone。 そんな関係性ホテルマンの人と。それが仕事ですから。ホテルは。別に留守を頼まれる覚えも別にないと思うし、うん、ホテルの人は。ただ清掃してくれるぐらいだから。そう、清掃したりとか、フロントとかを守ってるだけですか。はい、じゃ続いて。はい、ラジオネーム、コッコちゃんです。はいはい。お風呂に入れたバスボムを見ながら、また救えなかったという、ウィアストーン。またこの命を俺は救えなかったって。そういうもんなの。だから、なんかもっと楽に風呂入りな。ね。うん。そんなんだったらもう入れないでずっと飾っといてあげてくれよ。風呂が一回一回苦しいって、そんなんすると。待ってくれ。いなくならないでくれって言いながら、
溶けていくバスボムをギュッと抱きしめて溶けていくんだよね、バスボムが。で抱きしめた時にさーって溶けてなくなってこう自分を抱きしめてるみたいになってスーッと涙を流して、いやいや、お風呂の天井眺めて終わる。気持ちよくねえよ そんなお風呂思ったら。続いてラジオネーム半額のポテサラさんからです。授業参観に来ている保護者のことを観覧の方と呼ぶ。We are so! いやいや、観覧の方は番組みたいなこと。生意気だな、この小学生。観覧の方がとって思うんでしょ。親もなんか嫌だよな、他人行儀すぎてな、そんな呼び方されたら。あるよ、関係者の方々。後ろにいらっしゃる関係者の方々はーって誰々のお父さんとかじゃないってことね。ちょっとなんか業界に染まってる感じがして嫌だな、ね、その呼び方、観覧の方とか。前で作文読むときとかに、うん、今日は観覧の方がいらっしゃるので。観覧の方々が来てくださってるということで、本日ありがとうございます。ぜひ最後まで楽しんでってください。すごい、混ぜてるわ。で、前説とかもそうでしょ。はい、ということで、今週のストーンズはここまでです。引き続き、まだ見ぬストーンズを探しています。受付メールアドレスは、st@allnightnippon.com。st@allnightnippon.com ストーンズの頭文字を取って ST となっています。懸命にこんばんはストーンズですと書いて送っていただけると助かります。じゃあコウチさん、ここで一曲お願いします。はい、それでは聞いてください。ユウスケでひまわり。はい、じゃあメールを読みしますね。はい、まずはラジオネーム肉マフィンさんからです。やばい、24時後半ストサタスペ3点ビハインド、いけ田中打て。そんな意気込まれて打ちづらいよ。もし俺がすっごい構えてたとしても打ちづらいって、そんな風に言われたの。どこで打たれたんだろうね。しかも3点3点ビハインドって結構取られてるくない？冷静にちょっと振り返ってみよう今。俺らが点取れてないのはまだ分かる。いや、分かる分かる。打ててないのは、うん、いつ取られたんだろう、ね、どこで取られた。俺がいつ3点取られたかって。いやでもだって12時台に入ってやっぱ大谷さんがエンジン組み直してくれたじゃん、うちの大菊が。いやでも俺の体感的に、うん、お前のトークで確実に2点は取れる。嘘。2点はやられてるね。俺結構いい。 あそこで2点は持ってかれ、最初はおこのトークのテーマいいじゃないと思って聞いてたけど、まあなんかその嘘つき始めたぐらいでもう1点失って。いや、あそこで1点？で、後半でもう1点失ってるのに、あそこで確実に2点は取られてます。じゃあ寝てないで1点、食ってないで1点。とかもその辺で結構持ってかれてます、あなた点数。やば。はい。じゃあ続いていきますよ、ラジオネーム、ストロールさんからです。僕はクッキー受け入れてません。受け入れることで何が起こるかわからないので受け入れません。受け入れないと操作できないサイトはそこで諦めます。お前みたいなやつももしかしたら必要かもしれない。いや、そうよ。俺は比較的クッキーを受け入れてはいるんだけど。いや、俺も。うん、あ、だから、すごいね。そういう効果もあるんだ。そう。だから、でも、でもさ、その、まあ、某、なんかその、さっき話したけどさ、そのサイト、うん、なんか物を買うサイトとかもさ、うん、なんか毎回クッキー受け入れさせてこない。いや、だからそうよ。毎回なの。だから、なんならさ、そこのアカウント持ってるはずなのに、俺はどんだけお前のすべてのクッキーを受け止めればいいのみたいな。そんぐらい、毎回すべて受け入れてるじゃない。しかもさ、ここ最近だよね。1年ぐらいだよね。でも俺もたまに、1日ずーっとオフでさ、ずーっと携帯いじっていろいろネットショッピングとかいろいろしてるときに、うん、やたらとクッキー求められた時は、今日クッキー受け入れすぎてるなって時は、一回もうお前そこまでクッキーを受け入れさせてくるなら、俺は今日ここで引くよって言って、俺も、戻っちゃう時あるよ。あ、そうなの。たまに受け入れすぎて。クッキーのカパオーバーなの。で、何かを知りたいよね、あれはね。続いてラジオネームふわふわはんぺんクラブさんからです。すべてのクッキーを受け入れる話ですが、確か入力情報を記憶してくれて、次またそのページを開いた時に入力がいらなかったりするやつだった気がします。気がしながら適当に受け入れてます。お前もう分かってるみたいなもんじゃん。だから、どういうことだから、でもさ、毎回俺に全てのクッキーを受け入れてって言ってくるんだよ。だから毎回、あなたの情報集めてますってことじゃない？あ、そういうこと？今日、今日のあなたのこのサイトの入力情報は、を、私は記憶したいので私を受け入れてねって。いや、そうだよ。だから、例えば洋服のサイトだったりとかしたら、今日はパンツの方を見といたけど、もしかしたらアクセサリーの方に飛ぶかもしれないじゃん。ああ、なるほどね。で、あ、この人はこういう服、こういうものを見るんだって。そうそうそう。食べ物だったら、こういうものから、例えばなんだろう、なんか、じゃあラーメンからお寿司に流れたりしたら、そういうのを辿って、なんかするってこと？うん。
あ、すげえ、でも俺一回受け入れてるから、もうそんなに何回も尋ねなくていいけどね。いや、わかる、だって。だって俺は一回クッキーの全てを受け入れてるわけだから、そんなに毎回受け入れてくれるって聞いてこなくてもいいけどね。ね。ね。いやで、受け入れたくない時はもちろんもう受け入れないよとも言うし。そうね。毎回ね、受け入れてよって言ってこなくていいと思うけどね。一つ問題はさ、うん、受け入れないでもいいから先進ませよって感じじゃない？まあね、ただ、受け入れてほしい。てか、記憶せざるを得ないサイトの作りになってるから、うん、受け入れてくれないと、これ以上は 見ると記憶することになっちゃうからやめてねって言うと、はあ。俺、さあ、わかる、説明は確かに。ただまあ、俺らが調べてないだけなのかもしれないけど、でも、一回受け入れたらもう全然その後はもう好きにしてもらっていいよね。うん、なんか、一回一回言葉にしなきゃダメって俺はやっぱ思う。わかるわかる。一回俺はお前を受け入れてるんだから、うん、もっとお前胸張って、俺はお前は受け入れてんだから、何回も何回も私の全て受け入れて、今日も受け入れてくれるよねってやんなくてもいいのよ。確かに。いちいち言葉にしなきゃダメかなって。確かに。それは問題だね。毎回お前を受け入れる。俺一回受け入れたらお前の全てをもう俺を受け入れてるんだから、そうそうそう。一回、そう、ほら。なんかその、私のことスピンみたいな。だから、重いってことだよね。感じがしちゃうのよ。そうね。俺は、いや、こないだの俺が好きって言ったなら、うん、今日の俺もお前が好きだよってことなのよ。そういうことね。ね。もう、お前のクッキーは全部もらってると。ただ、なんかその、お前を受け入れるっていうのを、そう、態度で示せてなかった俺も悪い。なとは思う。愛情込めて、あれじゃない、受け入れるを押せば、次出てこない。なるほどね。俺が言葉にしなきゃ不安になるような状況をクッキーに与えてしまったわけ、ね。はい、なんとなく好き好きって言っちゃダメなの。なるほどね。はい、じゃあ続いてラジオネーム、アジロミヒラキさんからです。で、ストーンズの現場は何を身につければいいの？とりあえず野球帽を被ればいい？確かにクッキーで盛り上がりすぎて、これ聞いてなかったな。そうだな。何がいいんだろう？ちょっとこれ決めたかったね、今日。確かに、なんだろう、それやろうって言ってたのにね。そう、だってこれのメール一切届かないの、なんかね。まあ、じゃあこれ、なんか来週かどっかでやりましょう、これ。僕来週ストーンズ現場のやつは来週にします。来週にしよう。はい、ここで一曲聴いてください。4月12日発売、ストーンズ新曲、暴れろ。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です。番組ではメールを送ってくれたリスナーから抽選で6名の方に大輔リチャードさんデザインの番組特製ステッカーをプレゼントしています。ステッカーくださいだけのメールにあげることはないので、そういうメールはお控えください。そしてここでストーンズからのお知らせです。ストーンズ9枚目シングル、暴れろを4月12日にリリースします。ストーンズ史上最もハードでアグレッシブなダンスシーンもありますので、ぜひご注目してください。そんなアグレッシブなパフォーマンスを楽しんでもらえる、暴れろのダンスバージョン動画を、昨日ストーンズ公式 YouTube で公開しました。そして TikTok で暴れろの公式音源も解禁しているので、踊りを覚えてみてください。そしてですね、今週火曜日には公式 YouTube でドキュメンタリーオブ声のダイジェストも公開しております。こちらもぜひご覧ください。その他最新情報などはストーンズ公式ホームページ、 Twitter をご覧ください。それでは、なんつうかメールにしますね。まずはラジオネームムーンさんからです。3点ビハインドからリアクションメールで1点差まで追いついた。ここで負けたら全てが終わりだ。よし、行け、生き返れ、コーチ！任せろー！行くぞ、コーチ！え？ここで見逃し三振！コーチ、まだいける、まだいけるぞ、お前。何？まだ逆転できるぞ。ラジオネーム、ワイパーさんからです。ラジオが終わった瞬間、立ち上がる番組チーム。ガッツポーズするコーチ。ものすごい勢いでつけていたヘッドホンを投げ飛ばす田中。見えた！優勝のイメージ、まさに WBC のあのまんまですよね。グローブを投げて、帽子を投げて、あの大谷さんのように、大谷選手のようにヘッドホンを投げて、バン、いらっしゃーって言ってベンチからみんな駆け出してくる、あのシチュエーション、あれやりましょうよ今日。コーチ、ちょっと待って、あと1個あるから。これマジ勢いについてきてない。やばい、お前このマジ三振するぞ。怖い、集中しなきゃ。ラジオネームのっぴきさんです。今だ逆転の位置だ。行け田中、伝説になれ。この村神様の時のやつですね。あの伝説になれでさよなら打ったやつ、うん、で、no、どうする。コーチやばいよ。で、どうする残り30秒ちょっと。どうする、頑張れ。ラジオネームハートマッチです。
まあクッキーについてはどうだか知らないけどさ、 お前らの声は毎週受け入れるつもりだよ。お前ら熱いやつがいるな。どうする、しなぎれだよ。どうする、俺ら何をすれば私逆転できるの今日は。俺今のさっきのメールで、うん、コーチなんだよ、俺からもう何も出ねえよ。コーチどうする、時間が一応の放送局を届いてこの後1時からオードリーのオールナイト日本が放送されます。というわけでここまでのお相手はそんで田中仁とラスト田中コーチコーチどうすればよかったんだよ。